はーい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、今日のランチです。はい、今日も黒米入りのね、雑穀ご飯ですね。あとお味噌汁、あと大量のキャベツを炒めたものと、あと沖縄の沖縄天ぷら2種類買ってきました。お魚とイカです。はい。えー、これが今日の私の昼食でございます。はい。えーとですね。 やはりです。やはりですね。ここに、あの、証拠が載っています。えー、記事を、あの、貼り付けておきますね。なんと、あの、ロシー、ロシアがね、攻めてきたって言ってた映像ありますよね。いろいろな映像。はい。えー、昨日ね、あの、特の媒体さん、昨日もアップしたんですけど、特の媒体さんがフェイクが多いって言ってました。はい。えー、その、おほう、フェイクの数々です。はい。 ほとんど割とフェイクだったみたいですね。えー、こういったあフェイクをね、堂々と本物だとして流すメディメディアもね、どういうことなんでしょうかということです。まあ、あっち側ですからね。そういうこともするでしょう。はい、もうね、えー、あれですね。あの、あっち側とメディメディアは、 一心同体だと見ていいですね。まあ今、今更なんですけど。はい。えー、一つも、正確なことは伝えないということ。はい。えー、一つぐらいはね、正確なこと伝えてほしいんですけどね。10のうちのね。なんか全く正確なことがないですよね。最近ね。はい。そう思ってます。はい。えー、メディメディアがね、流してた、あ,あの映像は、なんと中には、は、 ゲームのもあったんだそうです。はい。何ですか、ゲームってって感じです。過去のね、映像だったら、あな,なんとなく納得できますけどね。ゲームですよ、ゲーム。はい。そういうことです。まあ、フェイク多いって言ってた、あの、特売大さんは本当でしたね。はい。えー、まあ、フェイクですね。そういうことで、えー、フェイク報道です。はい。 えー、まあね、えー、先ほどもちょっと、ちょっとだけ触れましたけど、えー、なんかこの騒ぎの中でね、なんか一数のね、らえらえるのね、動きがおかしいということですね。どっかの国にこう、をなんかね、やってるような、あ、 ことをね、コメントで書いてくれた人がいるのでね、そちらの方もちょっと私注意して見ていかないといけないなと思ってます。はい。ということで、えー、まあね、お昼なんでね、えー、このくらいにしておきましょうかという感じですね。はい。まあ、とりあえずね、えー、食べながらいろいろ考えたいと思います。はい。えー、とりあえずフェイクが多いということで、ね、皆さんにお伝えいたします。はい。 えー、まあね。まあまあですよ。はい。えー、嘘つきのね。嘘ばかりのね。メディメディアということですね。はい。えー、それでは皆さん。また素敵なお昼をね。皆さんもお過ごしください。ごきげんよう。沖縄おばばでした。